今月15日からスタートした年賀状の受付。徳島市でも投函数が最も増える時期を迎えています。徳島中央郵便局には専用ポストが設置され、元日に届くようにと多くの人が年賀状を投函していました。各地から集められた年賀状は作業員によって地域ごとに振り分けられ、配達に向けての準備が進められていました。年賀はがきのお届けなんですが、元旦にお届けするためにはぜひとも皆様に早めに出していただければと思います。窓口の方も年末年始は混雑しますので、なるべく早めにお出しいただくようお願いいたします。また年賀はがきについては1月7日まで販売しております。ぜひとも購入していただいてですね、元気ですよというお便りを出していただければと思います。